はい、というわけでアルマチュダラスでミッションやっていこう。あ、キャピバースデー、あ、あら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 、あ、あ、自分で歌うよ。おめでとう。プロデューサーさん。はい。お誕生日？おや。なるほど。もしもし？プロデューサーさんの言葉には不思議な力があります、ね。Thank you。頑張れって言われると。ファイティン。頑張れてしまう気がします。ファイティン。なるほど。おや。ウェイ。なるほど。いいね。他の子いない、いた。もしもし、もし、もしもし、も、も、もし、もし、もしもし、カメよ。か、カメさん、カメさん、カメさんよ。もし、もし、もし、むし、むし。泣いてなんかないし。泣いてたのか。すまんかった。じゃあ、あらー。いけない？あ、ちょっと待って。ちょっと待って。お、おいで、おいで。もしもし？プロちゃん！プロちゃん、おいで。さあ、いらっしゃる。ん？ああ、もうちょっとだったのに、ああ。ちゅうわけで、他のとこ行こうか。アイドルマスターシンデレラガールズ、スターライトステージ。はい。さて、リチューチブリカガーシャル、無料パッションタイプ、おやおやおや、さい、あはは、オレンジ、あらら、おやおやおや、ちゅうわけで、それじゃあっち行こうか。さて、今日はどんなキャワムイコちゃんが売れるのか、売れるのかなぁ。あら？少女がぶつかってきた。お怪我はありませんか？すみません。いいえ。大丈夫。です。なぜ殺されたのか。お嬢さん、どうぞ。あ、ありがとうございます。え、なんでもありません。え、少女が去っていった。見つけた。え、ホラー、ホラーなの？誰？やっぱりプロデューサーさん、やっと会えた。ずっと待ってました。ちょっとプロデューサーさん、怖い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 。何？じゃあ自己紹介してもいいですか？ほう、私佐久間真由って言います。そうでしゅ、一緒だね、乙女座だね。まゆ、今日はあなたにプロデューサーさんにプロデュースしてもらうために来たんです。あ、なるほどね、がっつり系女子なのね。以前お会いした時は、はい、まゆ、撮影の帰りだったんです。あ、なるほどね。撮影？読者モデル。あ、読もね。なるほど。どうしてモデルがアイドル事務所に？はてな。知りたいですか？知りたい。それはプロデューサーさんに会うためです。はあ。それにモデルじゃなくて元モデルです。あ、元ドクモなのね。だって運命感じちゃったんです。感じちゃったの？あ、声大きくなっちゃった。プロデューサーさんを一目見たとき、気づいたんです。気づいちゃった。これって運命？あっ、
ねえ、あなたの運命感じませんか？感じちゃった。感じますよね。感じる。ねえ、うん。だから、まゆ、決めたんです。決めちゃったの？アイドルになって、あなたにプロデュースされる。どういう意味、プロデュース？親も説得しちゃったの。だから、もう何も迷う必要なんてないんです。そうなんです。ただ、まゆの手を取ってくれたら、それだけで。はぁ、ラディ、どこ行くの？これからずっと一緒ですよ。積極的なレディーなんちゃう。これからずっと一緒にいようね。というわけで、たまには、あっちから、襲い来るパーティーもあるってことだわね。興奮してきたぜ。というわけで、ちゃうでよ。